誰かやるの配信がありました。見てくださった皆さんありがとうございました。どれくらいの方が見てくれてたのかな。ツイッターでの猫つぶやきとかもちょこちょこ見させていただいたんですけど、ありがとうございました。見た？そうだから、その配信があったから今日は髪の毛もお顔もメイクさんにやってもらいました。お顔普段は自分でやるけど、今日はメイクさんにやってもらった。かわいい。うわ、ありがとうございます。アノネさん、クマタワー、精神おめでとうございますって、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。今日はゆるお団子にしてもらったね。チームメイト感満載のすごくいい配信だったなって、楽しかったです。あのスタジオに行くのが私初めてだったんですけど、初スタジオで初あの MC もさせていただきまして、ゆるゆるな感じで、でもすごい面白い話もね聞けたり、楽しいというもの1時間でした。そうそう、私の母とみゆちゃんがよく連絡取り合ってるという、私より私のママの方がみゆちゃんと LINE してます。あれいいですよね、秘密のメンバー相関図みたいな企画もやったんですけど、知られてまだまだ知られてない裏情報、メンバーとの関係をねいっぱい聞けました。いろんなねメンバーの聞きたいですよね、ああいうの。あと8時点みたいなでも今日、歯と火2つ作れた。鳥貴族で、内緒で鳥貴族でハイボール飲む仲間は宇多田ハツカです。いや、あの川原美咲と3人で鳥貴族会をするんですけど、たまにね、めっちゃたまにね、なんか居酒屋さんってそのやっぱ一回行ったとこならさいいけど、怖いじゃないですか。なんかちょっとさ、なんて言ったらいいのか、やっぱ知らないお店に入るのは居酒屋さんだとちょっと勇気がいるし、そうそう、安心安全なんて、いや安心安全なんだけど、なんですかね、そう、行きやすくて、うん、ミスターはハイボールなんか飲まないから、なんかおしゃれなやつ、可愛いやつ飲んでます、いつも。美味しそうな。そう、女の子だけで行くのはちょっといろいろ危ないかもしれないからね、安心行きやすいとこに行こうってなって、いつも鳥貴族にそう行かせていただいてるんです。おもろ。そうそう、それだけ。あとはルンちゃんと定期的に長電話する仲間とかね、よく定期的に何時間も電話してます。何を話してるのかね、もう全然思い出せないくらい中身のない話をしてるんですけど、うん、楽しかったですね。私成人
二十歳の集い終わってからも配信してなかった。あ、したか、したじゃん。あ、その日ぶりか。二十歳の集いがあって、その後にヒカルンと配信したわ。そういえば超眠い中の配信。もうなんかその前日も全然寝てなくって、もう超眠たかったから、あの後めっちゃ寝ました。信じられないくらい寝た。いや、私はその二十歳の集いの日は3時起きくらいでした。だから全然余裕がありました。もっとタイヤかなと思ってたけど、まあでも眠かったですね。3時間は寝たからけど、その何、本番中というか神社にいる間は全く眠くなかったです。寝るんじゃないかな、あのご祈祷中とかさ、やってる時とか取材の時とか大丈夫かなと思ったけど大丈夫でした、はい。すごく楽しかったですね。振り袖の写真もすごくメンバーでいっぱい撮り合ったからちょこちょこ載せていきます。お待ちくださいませ。ミサがね来れなかったから、一緒に何かね着物着てみんなで来たらいいですね。赤良かったよね本当に。何色がいいかなと悩んでたんですよ。何色がいいと思うって聞く人聞く人に赤っていう、なんか赤っぽいってねよく言われる、なんとなくイメージが。だからまあ赤でいいか、定番だしね、被らない、誰とも被らないといいなと思ってたけど、まあ人数も少なかったしとりあえず赤でっていう風に言って、でもあのさ振り袖も赤っていうなんか可愛い感じというよりは結構シックというかなんかかっこよくて、だけどとってもなんか華やかですごい素敵な振り袖でしたよ。柄がそんな派手じゃなかったけど、帯締めとかなんか小物が襟とかさすごく豪華で可愛かったです。うん、あれにして本当に良かったです。みんなでも他のみんなもすっごい似合ってた。だからミスターのめっちゃ楽しみにしてたからね、絶対どこかでリベンジしたいですね。ハッツのめっちゃかっこよかった。あー、いいですよね。髪があのくらい長いのやっぱいいなと私もあのお母さんの振り袖着てた写真あるじゃないですか、あれあの時もストレートポニーしたけど、あれくらいハッツ長さある。だから私も付け毛をしようかなって悩んでたんですよ、あの振り袖着るとき。だけどまあまあそれなりに伸びてるからいいかと、まああれもあれで全然めちゃくちゃ良かったし飾りも可愛かったし、かっこよかった。でもハッツめっちゃ似合ってた。メイクもなんかメイクも合ってたしね、全体的に本当にかっこよかった。京香ちゃんとかも
なんかすごい可愛い系の振り袖かと思ってたけど、モノトーンのだけどね、髪型とかも可愛くて、京香ちゃんらしかった。あとあれ、ゆきちゃんもからし色、からし色からし色って言ってて可愛かった。顔が大人っぽいからめっちゃ似合う。綺麗でした。あの光るんはね、光るんが一番若い若い感じだったね。振り袖がみんな割と大人っぽくて渋めな感じだったけど、チョイスが光るんが可愛い感じだった、ね、みんなすごい似合ってた、可愛かった。それぞれすんごい似合ってて、私は絶対にあの振り袖が一番似合う、似合ってたと思うから、あれにして正解だったなって思います。よかった、イエイ。いや楽しかったな。写真これからまたまたいっぱい載せるんで飽きないでください待っててください、楽しみに。前日コンサートも発表されましたね、詳しい情報が。出演させていただきます、2月25日と26日やったー。前回、今回2でね、前回も前日大集合があって、その時は鉄でやることとかも全くあれなかったから、私の中で楽しそうだなと思ってて、で鉄をいざやってみて、前鉄またやりたいなっていう気持ちがありましたから、ありましたからこうやってねできて嬉しいですね。何事もなくちゃんと当日を迎えられるといいな。健康に気をつけてちゃんと無事出演できるようにしたいと思います。2月でももうすぐだよな、あと1ヶ月ちょっと。嬉しい、大好きな坊ちゃん劇場でみんなでコンサートができることが本当に嬉しいです。皆さん愛媛でお待ちしてます。すごいいいライブになると思うので、ぜひ愛媛まで遊びに来てください。愛媛も本当にいいところだから。そうそう、25日は連鉄、そうなんですよ、ジョンマイラブの方にも出演しますので、ぜひそちらも見ていただいて、ライブも見ていただいたらと思います。うわーすごい、なんか感情が、でも楽しそうだな、疲れそうだけど、めっちゃ鉄であんだけうーんってやって、次アイドルって感じとか、切り替えやばそう毎回さ鉄やった後くっちゃくさになってるからさアイドルね、違う楽しさだから全然いけそうですけどね。連鉄もぜひ見てください、お待ちしてます。いやー楽しみですね。あとは東京公演、1月の今月ですね、1月の26から29まで公演があるんですけど、私は26日に19時公演ですねそれが最初の公演じゃない、東京公演の。大事じゃん。まあちょっとね、ちょびっとかもしれないんですけど、浜ちゃんと一緒にゲストとして出演させていただきます。公演見に行くよって方はお会いしましょう。ゴキの方は私全く会ってなくて、今のところ、もうゴキのね入れ替え稽古というかお稽古も始まっているみたいで、ゴキで新しく入ってくるキャストさんとはまだ一度もお会いしてなくて、稽古もまだやってないので、だからいつわかんない、もう本番直前になるのかな、会うの。
そんな気もしているけど、まあ、いつになるのかは分かんないですけど、ね、頑張ります。あ、すごい、なんだこれ、お花、お花ありがとう、タートシさん。あ、あれじゃない、あれあれだねなんだっけ、すごいありがとう、かわいい、豪華ですね今日は。成人おめでとう、ありがとう。成人です、成人、成人ではないですね、二十歳、成人は18歳からだからね、難しいよね。まあ成人です、新成人、新成人、成人迎えました、ありがとう。うん、そう、26日は、そう、私29日行けたら行きたかったなと思ってたんですよ、29日の公演。でもスケジュール的に無理でした。だから26日ゲストで出演するから公演見れたらいいなと思ってるけど、どうでしょうか。東京公演1回は見たいなって、お客さんとして見たいなと思ってたから、26日がチャンスかな、唯一の。27もいければだけど、28と29は無理そうだから、まあいけたら見に行きたいですね。26は何鉄何聞くなの。私ミュー鉄見たかったけど見れないわ、最悪、超ショック、絶対見たかったのに超ショックなんだけど、ミュー鉄のルン鉄ミサキク、違う、ミュー鉄のルンキくんミサキくんを見たかったの、両方、超ショック。26日の公演見れたらいいな。29は誰が鉄でやってますか、誰が、え、鉄聞く、誰が鉄ですか。ジョン万次郎の歴史とか勉強してた方がいいですかね、どうでしょうか、どうですか、どうがいいんだろう。見に行ってる方的にはいっぱい、何も見らずに行くべきなのかな、何もお知らせ。寒い、寒いね今日。待って、時間がもう41分、うん、41分や。うん。私目、目は、いや、うん。近いですよね、確かに画面。1月も盛りだくさんですね。28日はイベントもあるので、そちらもお待ちしてます。頑張って、4月まずお話し会か、お話し会があって、うん、眠い、今日7時くらいに起きたから割と眠い割と眠い。あ、今日はあれですよ、ツイッターでもさっきお知らせしたけど、波動ナイト、あの波動でチームメイトが、あ、チーム4が優勝したご褒美に
のラジオね、チーム4メンバーみんなでさせていただくというあれなんですけど、ラジオ、はい、チーム4元気になるなるチーム4ラジオ、今日は私と川原ミッサーと宇多田ハッツと多田きょんちゃんと、そしてキャプテンのなるちゃんが出演いたします。きょんちゃんは当日参加できなかったんですけど、体調不良で、だから夢見る対なるちゃんっていうすごいあれだったんですけど、まあ普段の3人な感じで行かせていただいたので、すごいもう大爆笑が常に起こる楽しい収録だったので、ところどころ何言ってんだってところがあるかもしれないんですけど、ずっと喋ってました。いっぱい笑ってた。ぜひ24時からお聞きください。感想も待ってます。だいぶ荒らしたので、そうナルタオチャンネルにはその時の様子、裏側も映ってる。明日はあれです。パチ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 の収録してきます。パチ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 チーム8祭り番組創設大会スルッパチそれの第2回の収録が明日あります。わーい、わいわーい、楽しみです。何をするのか、第1回はすごいエモかったってめっちゃ言ってたから、ね、あやねちゃんも配信でも言ってたけど、初期面2代目みたいな感じでパチパチやっていくので楽しみです。頑張っていきます。盛り上がりそうだな。明日はいっぱいメンバーいるから、でスクショタイムしましょう。突然の、もうすぐ時間だから。今日の髪型ほんとかわいい、ゆるゆるのお団子にしてください。多分自分でしなきゃだからな、おメイク。どんな髪型にしようかな。いい。
髪染めたいけど舞台が終わるまでは我慢します。それ終わって次第ですね。でも髪は切りたいと思う。切りたい、切るんですけど、昨日さ髪乾かしててめっちゃうわ伸びたなと思って、ちょっと切りたくない欲がよぎってる今。うわもうちょっと伸ばしたらどうなるんだろうとか思っちゃって思っちゃって、あでも切りますけど、いつ切るかな。今月中には切るつもりです。今月中には切りたい、切ります。あ、そうそう、いやでもカツラなんですけど、具材は銀シルバーとかにして、こことかがさカツラから銀色が見えちゃったりしちゃったらまずいかな。とりあえず結構さ出ちゃうんですよね、髪の毛ちょこちょこって数本だから、シルバーの髪とかがあの時代のお話で出てきたらちょっとまずいんで、とりあえずは舞台が終わるまで我慢しようと思います。そうそうそう、銀色の髪はちょっとねまずいですよね。ボブにとりあえずしたいなと思ってるところでございます。ラジオを聞いてください。ぜひお待ちしてます、お待ちしてます。あのお楽しみに、ぜひお聞きくださいませ。じゃあもうそろそろ50分、もうそろそろ終わろうかな。ランキング読みます。13フォムさんありがとうございます。12位ジアリングさんありがとうございます。11位ももかんさんありがとうございます。10位関西英投資さんありがとうございます。ランキング落ちた。12位関西英投資さん、11位天津風さんありがとうございます。10位鳥親父さんありがとうございます。9位ヌッシーさんありがとうございます。8位秀次郎さんありがとうございます。7位ポムさんありがとうございます。6位ももかんさんありがとうございます。5位まぼろしさんありがとうございます。4位ももじさんありがとうございます。3位あつさんありがとうございます。2位あなねさんありがとうございます。1位たーとしさんありがとうございます。たまもありがとうございます。イエーイ、ありがとう。ラジオぜひこの後聞いてください。24時からアドナイトベイフェムさんで、ベイフェムさんFM さんから見てでございます。ありがとう。じゃあね、ありがとうございました。じゃあねー、おやすみ、またねー、バイバーイ。